こんにちは。こんにちは。でも大場さんって言われるとあれなんですって。おばさんって聞こえるんです。みんなからおばさんおばさんって言われてる。だから久美子さんの方がいいわけ。そうです。でもお名前はおばさんみたいに聞こえるけど、あなたは本当にまあ、実際も若いんだけど、もう成人式は今年ね、だから二十歳でいらっしゃるんですけど、この間も弟さんと銀座いらしたら大変だったんですって。買い物するんで、まだ銀座とかあそこで何がどこで何が売ってるか分かんないんですよ。妹っ子だから。妹っ子ってどこの子？あなたは埼玉の妹っ子です。